自身の名前のティナのミニアルバムをリリースして、うん、その後移籍という形になると思うんですけれども、うんうん、その時代のお話もお聞きしていいですか。まあ、その時は未だに一緒にやってるスタッフの人とやってたんだけれども、新しく移籍で迎えてくれた側っていうのは、そこで今まで の, そのコロラードだったりとかそういうティナもありつつ、新しいここでティナをこう世の中になんかこう出したいみたいな、ニューティナですよね。そうっていうのもあったりして、まあそういうふうに思ってもらえることはすごくありがたいことでもあり、まあなんていうの、壊されたくない自分もいるというか、うん、別になんか私を壊そうとしてるんじゃないんだけれども、誰もね、うん、たださ、その多くの人に聞いてもらいたいっていう同じゴールがあっても、なんていうの、それぞれの立っている立場というか場所だったりとか目線とか角度によってはいろんな見え方があるわけで、で、まあ私は自分の中でイメージされた自分をこう殻というかをなんかこう突き破って、もっとなんか新しい自分を発見したいみたいな気持ちももちろんあるんだけれども、うん、なんかいやもう絶対ここは壊されたくないみたいなものもあって、なんていうの、なんかド S でド M みたいなさ、何なのみたいな、そう、なんかそういう感情も正直あって、まあ、制作とかも結構いろいろと難航っていう、うん、なんていうのかな、その、うん、ちょっといろいろあったかな、なんか。でも当時そのプライドをリリースした時に、うん、まあ、その当時もインタビューさせていただきましたけれども、うん、まあ、もちろんそこで、まあ、ニューティナの感触っていうのはすごくひしひしと伝わっては来たんですけれども、うん、まあ、こんなこと動画で言ってしまったらあれなのかなと思うんですけれども、うん、まあ、どこかこうフラストレーションを感じている、うん、ティナさんもいたかなっていう感じは、まあ、もうあのね、いつもね言われるんだけど、こうグーッとバネのようにこうガーッと抑圧された後にバンと、なんかそうなってもう頑張るモチベーションになったりとかってあるじゃん、この何クソみたいな、そういう気持ちってさ、だけどそういうね、なんか怒りだったりの反動で来るパワーっていうのはね、ある種やっぱちょっとねネガティブだから、バンってすごい力を発揮したりするんだけども、その分自分にもすごくドシッと乗っかってくる疲労感があるっていう、ダメージを受けるダメージを受けるっていうかさ、うん、であんまり今一緒になってるスタッフからも抑圧された部分に対してはバンっていう反動みたいなところっていうのはもうよくわかるけど、それはもうやっぱポジティブな方で回していかないとって、うん、なんか、まあ、確かにそうだよなって思ったり、そんなこんなしてやってるうちに東北の大震災、地震 3.11 あって、その時にタイアップも決まってシングル曲っていうのが決まってたのね。だけどもう震災の後になんかこう出す曲がこれなんだろうかって、もうその前からこれできてた曲だったからさ、でその時に、まあ、うちのスタッフにこの曲はリリースこの曲じゃないと思う、そしたらもうその時、いやもうこれタイアップも決まっててちゃんとなんかこうやってるのに、ティナそれを言うってことは相当の覚悟があるってことだよねって言われたのね。やっぱり音楽でも何でも一人でやってないからさ、いろんな人が関わってねやってるし、この曲じゃないです、じゃあその代わりの曲があるのかって、何もないわけ、それはもう道理が通じないと、これは嫌だけどこれをやりたいって言うんだったら話しようがあるけれども、だけどやっぱ私、うん、これじゃないと思う。でその時に、まあ、そのちょっと前に私の作品で曲を作ってもらってた島野聡くん、お家にお邪魔して曲をさ一緒に作るのでこうやって、でも全然なんか出てこなくって曲が、で、うん、どうしようかな、もう曲って思って、とりあえず今日は帰るわ
って言って帰る瞬間に、うん、OK 分かったみたいな感じで、なんかシマウマパンパンってなんか弾いた時に、え、待ってそれって言って、なんか、あ、待って待って、もう一回、もう一回今の弾いて、で、あの iPhone のボイスメモでさ、パッと録音して、で、それを元に家に帰って、なんかバーッと作ったのが、スターティングオーバーっていう、まあ、いつもそのどんな場所にいても、その立ち位置がいつだって自分のスタートラインだっていう、あの思いが、まあ、それいつでもそう思ってやってるんだけど、で、まあ、正直にその時の気持ちをなんか歌詞にして書いた。うん、なんかその立ち止まるのもこうそのまま突き進んでいくのもどっちも勇気がいったりとかさ、なんかあるじゃん、そういう気持ちをね、ストレートに曲にして、うん、でその曲ができて、でまあさ、違う曲をさ、レコード会社の皆さんはさ、タイアップとかつけて多くの人に届くようにって動いてくださってたわけじゃん。だけどさ、そのスターティングオーバーを聞いた時に、いいねこの曲って言って、うん、くださったみたいなのね。でだから、あ、なんかそこはすごいありがたいなって思ったし、やっぱり、あ、そのいいって思ったものにはそういう風に反応してくださる、なんか、うん、ところをちょっとありがたかったなって思いつつも、やっぱすごい迷惑かけただろうなって思う。うん、でもまあそれを経て、うん、A Song For You というアルバムが出来上がったわけですもんね。そうね、うん。